割れ目がたくさん入っていて、岩と岩の間に隙間ができていたり、まあ、岩そのものが風化して、かなり岩というよりは、まあ、なんていうかね、ボロボロになったような、例えばハンマーを叩いても、カンカンという、がするような反発があるわけじゃなくて、ボソボソっとハンマーが下がってしまう、そういう、まあ、粘土化した状況だということは分かります。粘土化で短い場所に危険性リスクがどれくらいあるでしょうか。今見えているその皆さんと見て左側の雪のついた斜面、ね、に関しては、傾斜としては40度ぐらいあります。なので非常にこのままこれから雪が降るのは2月の半ばぐらいまで、どんどん増えてくるんでしょうから、まあ、その雪解けを考えていくと、まあ、春先まで少し注意深く見守らなくてはいけないことが分かります。林道崩壊というのは、まあ、林道崩壊というのはすごく高い山ですね、数百メーターぐらいの山が半分なくなってしまうとか、そういうことに対して使われているんですけども、もうまあ、でも基本的には、非常に深い、まあ、ここでいきますと、骨の上から、30メーターぐらいは風化が入っている、クラップがたくさん入っている、まあ、たくさんあるような状態ですので、まあ、深層崩壊の、ミニチュア版みたいなものが、なっていうことになろうかと思います。ただ定義的には もう少し大きなものを言うんだよというふうに言われる方が出てくるかもしれません。まあ、風化した地層が風
化してもろくなった溝が、人間が引き込んで崩れたっていうふうに、まあ、ぶっちゃけ正すとそうな感じです。簡単に言うと。地滑りって、まあ、ゆっくり、ずるずるずると、滑って落ちてくるものに関して、まあ、地滑りっていうふうに、日本では使うようになっています。ですから、そういったものでは、そういった、移動速度的な定義でいくと、まあ、見た人はいないですけど、かなり短時間に動いたものですから、まあ、崩壊といった方がいいのかもしれませんが、まあ、崩壊か地滑りかというのも、議論は今日、ここまではやっておりません。はい。まあ、今回の災害に関しては、直接的な、まあ、誘因ですね。っていうのは、そういう、降雪と湧水、その浸透に尽きると思います。まあ、ただ、素因としていろんな素因があった場所で、急に水が染み込んできちゃって、地下水が上がって、地下水圧が上がって、そういうことになっている。まあ、そういうふうに考えるのが、すごく、まあ、定性的に一般的な解釈になるんじゃないかと思います。まあ、ここで原因を考えるとしたら、誘因を考えるとしたら、まあ、そういう、12月半ば の降雪ですね。降雪に伴う湧水の浸透が、まあ、順に起こってきたんだというふうに、まあ、考えます。まさにそれだと思います。で、一般的には3月の末か4月に滑りが発生するのが東北地方の日本海側の、における地滑りの天候なんですけども、山形県でも昨年、今、新庄から古市にかけて道路を作っていますが、その道路の、トンネルの出口のところが、滑り、動いてしまった。で、それは、11月半ばに雪が降って、それが、急に溶けて、溶けたことで、まあ、動いたものだと考えられます。ですから、11月初めとか12月の頃に降る土下雪っていうのは溶けるんですね。ですから、そういったものが案外、効いてくる。経験的にはそういうものがあるというふうに知られています。素因の一つとしてはあるかもしれません。ただ、まあ、例えば3年前の地震が効いてるんだよという先生もおられます。まあ、それと同じぐらいの素因だというふうに考えたらどうなるんでしょうか。ちょっとまだわからないんですね。はい。誰が知ってる？はい。マイケルさん、清水です。はい。避難されている皆さんが戻る人について伺います。今日見て早めに戻れそうなのか、あるいはまだまだ時間がかかりそうなのか、何でしょうか。すべてのお宅ではないですが、かなりのお宅に関してはしばらくまだこれから雪も降ってきますし、斜面の状況があまり良くなさそうだと考
まあ、安全を見るということでいけば、ちょっと我慢していただいた方がいいのではないか。まあ、その時期について、私としてはよくまだ、はっきり申し上げられない。まあ、最終的に決められるのは、鶴岡市とかになるとは思います。はい。もう一つ、まあ、ご覧になって、まだ危ないところがあるという印象なのか、あるいは、災害の可能性は、思ったより低いという感じなのか、その、顔を見ないと何を喋るか忘れちゃいますね。そうですね。まだ二次災害というか拡大していく可能性があるのかそういう質問だったと思うんですけども、それをあと危険性はあるのでそれをそう観測をすることで、確かめていかないきたいと。で、そうしないとなかなか麓に住んでいる方々に安心してお帰りできますよと言いにくい状況と、はい、ありがとうございます。共同通信内藤です。はい、素朴な疑問なんですが、先生は専門は、はい、応用地形学でよろしいですか。はい、それで一番簡単に言えばそうです。はい、で、あと、まあ、本日、まあ、ハンマーで叩いたりもしたんですけど、はい、目視とかそういう作業の他にどんな調査を行われたんでしょうか。まあ、基本的に目視ですよね。 あとは今は宇宙レーザー測量の、高精度地形図っていうのがあるものができているんですから、そういったものを使いながら変状との対応をなんかこう航空写真みたいな。そうですね、航空写真の解像度が、まあ、数メートルでだとすると、数十センチぐらいのスケールで精度に見えるものですから、小さなステップというか、まあ、ステップって大体地表が動くことでできちゃうんですけども、そういったものが、大きく崩れた脇の斜面なんか に、残っているかどうか、そういったことを確認してきます。はい、春先まで注意深く見守っていけなきゃいけないという話がありまして、でこれも監督とか調査が入ることになったんですけど、具体的にどんな、まあ、調査をしてどのぐらいの期間で監督しなきゃいけないのか、今の見通しを教えてください。そうですね、私も正直言うと、なんていうか、対策のことを、その技術的なところでは、専門家ではないものですから、はっきり申し上げられませんが、今日の話の中では、疑わしい斜面に関しては、まずボーリングをやって、で地下水位を測ったり、あるいはその中に、泉系を入れたり、では斜面にも沈み系を入れて浸縮系を入れて、それで、その観測結果を見ながら、ということになります。ただやはりここは雪が深いということで、特に雪解け融雪がいつあるかということと関わってくるといつ雪が解けて、そういうものと関係する。調査はやります。調査はやりますが、その観測を結果を見なくてはいけませんので、それで、最終的に応急対策応急的なその対策をやった後でどういうふうな本格的な実践対策を行うかというと、おそらくその観測結果を見ながら立てていくことになります。その観測はいつぐらい、どのぐらいのスパンになるんですか。まあ、少なくとも数ヶ月は。これちょっと確認、先ほど地滑りと崩壊の話がありましたけども、今回地滑りというよりは崩壊、いわゆる崖崩れの可能性の方が高いというんですか。それもまだ滑り面があって、その滑り面を境として上が綺麗に動いていたらいいんですけども、
あの崩壊というのはどさっと全体がほど、ほどけるというか斜面を作っている、まあ、地層があの粉々になったものがどさっと落ちてくる現象になるものですから、どっちだったかというのはやっぱりボーリングをしたりするなりして滑り目がちゃんと反映出るかどうかということで、あの考えていくことになると思います。もう一つだけ分かればと言います、はい、あの12月30日の発災当時のですね、あの現地の土壌雨量指数というのは先生の方ですでに発災というかどうですか。土壌雨量指数自分自身としては見ておりませんが、伺うところであれば、あの気象台では土壌指数的には土壌指数的には問題ないとに覆われてたということなんですけども、土壌雨量指数に関してはあの降水に関し対して使われるものですから、融雪になってくるとタイムラグがあるですから、なかなか難しいですね。まあ、そういうものは今開発されているところだと思います。はい、開発行為というのは大きなその誘因の一つではないというか、まあ、だから総員であるかもしれない。一つではあるけど、はい、大きな要因ではない。今回 の, あの発災には直接は関係してない、まあ、もちろんだいぶ昔の話ですけれども、でもそれが風化につながって、例えばこう山を削ってなければその風化にもつながらなかったという考え方ではない。風化そのものはあったと思います。あ、その開発行為によって。いやいや、そうじゃないです。あ、開発関係なく元々の地山として、あのそういう手を入れてなくても、ね、あの古い地層であるにもかかわらずこんだけ低くなっているということは、長い時間地表にさらされて削られてきたわけです。人間が手を加えなくても風化はする。風化は今回開発された部分があの、それ以外 の, あの開発されてない、削られてない部分も今週は、まあ、今回見てるのはもうこの斜面しか見てませんから、あの何も私は。はい、そうすると何の前触れもなく今回こう崩れたわけですけれども、そうすると一般の住、まあ、こういう現場というのはもう山ほどいっぱいあると思うんですけど、ね、住んでる人というのは どういう兆候をこうどういうところに気をつけたらいいか。まあ、あのこういう雪国ではなかなか見回りをするのは大変なんですけども、あのまあ、あの何ていうかな、梅雨前とか雨がたくさん降る時期になる前に地域の人たちと一緒に集落の背後の大きな崖があったらその場所について、例えば草刈りをするとかですね、そうやって地割れが来てるか来てないかとか、水が染み出してるとかないとかないかとか、まあ、そういったことを日常的に、まあ、あの地域の活動としてあの気をつけてあのおられることが一番大事です。地域の方ってね、今振り返るとちょっとね道路がずれる、あの足元がずれるとかっていう、それはやっぱ兆候の一つとして、まああのそういうことですね。はい。ただ行政水がずれてる、水が出てるから行政さんが動いてるくれるかどうかってのはわからない。行政さんはあくまでも天井が入ってないと動いてくれませんから、天井つまり。例えば髪の毛ぐらいのひび割れでもいいんです。そういったものを常にじっと見てる。で、去年はなかったのに今年できましたよということがあれば、あの地域 の, あの 県なり鶴岡市さんに電話されて何とかしてくれというふうにあのおっしゃられれば、あの 安全な生活が保たれるんじゃないかと。まあ、あのだけどそういうあの災害というのはあの起こる前に必ず兆候があるんです。ですからそういったものを見逃さないということは重要です。はい。あとね、アンティカで話す。空気が 赤っぽい色をしているのは、はい、これは噴火したからということなのか、もともとのそういう。で、噴火したからだと思います。噴火したからこういう色をしている。はい。はい。まあ、土が赤くなるのは、あの母岩といいますか。元々の地層の中、地層を作っているようなあの、岩石 の, あの中の、例えば鉄とかアルミニウムとかマグネシウムがたくさん入っているのが入っているので、それで、地表にさらされていて、特に温暖気を経験したような、母材があると、いわゆる、まあ、サビみたいなものが
アルミナとかそういったものは分かるんですけど、世帯によっては避難指示解除ってしばらく時間がかかるっていうのはやっぱり数ヶ月単位というような感じになるんですか？そうですね、最終的には市長さんが判断されるわけなんですが、まあ、観測して、地下水の、地下水の変化とか、もう測りながら、その地下水の変化があっても、斜面が動きが出ませんよということが分かれば、多分 OK になると。あるいは、どうしてもということになると、まあ山を全部削ってしまっているとかですね、そういうことになる。恒久的な対策って山を少し削ったり、本当に土砂、土を持って埋め土で、まあ、ドリーのようなのを作って、まあ、止めてやるわけです。そういう工事になってくると思うので、まあ、応急でやるとしたら、多分あとは、地下水を抜いてやるという、水平ボーリングも、という横ボーリングをやって、水を抜いてやって、地下水が上がらないような対策をしていく。まあ、そういうものが併用されながら、併用されていくものだと思います。皆さん申し訳ございませんが、先生、もう一回時間もありますので、この辺で、ご覧ください。ありがとうございます。